2018年3月20日5時1分 WBA 世界ミドル級タイトルマッチ4月15日横浜アリーナ同級王者の村田亮太32イコール定見イコール19日東京都内の所属ジムで初防衛戦4月15日横浜アリーナに向けて試合前最長となる8ラウンドのスパーリングを行った同級8位のエマヌエーレ・ブランダ村38イコールイタリアイコール対策として調整したスパーリングパートナーと3ラウンドスピードのある相手にプレッシャーをかけて丁寧に右ストレート左ボディを打ち込んだ3人を相手に計8ラウンドを消化した村田は相手は出入りが早いので焦らないことがテーマ焦って打つとバランスを崩してしまうぼっしりと構えていると手応え十分だった。今、あなたにおすすめ。